下長屋駅は、神奈川県横浜市港南区日次元山一丁目にある、横浜市 A 地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は、B08。駅構内に設置されたレリーフ H 竹を、ひまわり港南区の生誕に位置し、大規模な住宅地と自然を残す、丘陵地の境の宿にある。プラットフォーム部分は箱型、線路部分はアーチ構造とする特殊な断面になっているため、 プラットフォーム上にアーチ構造を支える柱があるのが特徴である。駅所在地の旧地名、下長谷町から取られた。開業の数年前に、日元産が京急ニュータウンとして開発され人口が急増したため、日元産駅案を押す声が浮上したものの、最終的に横浜市は当初案の下長谷駅に決定した。日玄山駅推進派への配慮として、 ホーム内の柱や壁に、日元山方面下車駅と書かれた看板が数多く取り付けられている。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。地上1階地下3階建ての構造で、地上1階に駅の出入り口、地下1階に改札口とコンコース、地下3階にホームがある。地上1階の駅室入口と、地下1階の改札口との間、および地下1階と、 地下3階のホームとの間をエレベーターが結んでおり、車椅子やベビーカーなどでも、駅入口からホームまで移動できる。地上の出入り口には、階段とエレベーターの2つの連絡口があり、また駅出入り口の敷地内には他に避難階段と換気等が設けられている。1日あたり、乗車人員の推移2019年度の1日平均乗降人員は1万1361人で、ある。 近年の1日平均乗降乗車人員推移は下記の通り。駅周辺は、閑静な住宅街の中のため、商業施設は、あまりない。また、日元地蔵村へは、徒歩10分ほどの距離である。地蔵村へは、江長谷駅前からのバスもある。徒歩5分ほどの真横上里線上にある、スポーツ公園が最寄りバス停。なお、下長谷という名称のバス停は、 駅の北、徒歩で20分ほどの距離にあり、最寄りではない。ありがとうございます。